という気持ち、君と二人を追いかけていた。Oh yeah、モコ、繁盛、モコ、加藤純一たちが歌う、だんだん心惹かれて、これ？これか。まあ、残像みたいなのが始まってるけど。誰？ああ！どっち？あ、似てるわ。なんか二人声質似てるね。意外と二人って声質似てるんだな、歌ってる時。そう、あんま似てねえな。ウオンコちゃんって感じじゃねえな。似すぎだろ。すげえ、これ AI なの？え、マジですごい。これ AI、 コロナってところまで行っちゃったの？コロナなんでも悪さできちゃうよ。似てる。この感じ似てる。ふとちゃんの怖い怖い。おい、なんかおえちゃんかすかに聞こえる。うんこちゃんあんま似てね。俺だ、似てるわ俺めっちゃ。俺だ。待って、この「そ」、待って、「飛び出そう」が似すぎてる。わかる、この感じ。このめっちゃ似てるわ。ここの似てるわ、歌い方似てる。横にクリリいなかった？待って、俺自分に夢中やさ。横にすぐ死にそうなクリリいるけどねえ。なんかクリリいる。これ何、このクリリンは。ゆうたさんがちょっとハモリに入っちゃってんな。声があんまり分かんないな。この AI ってこんな風、こんなレベルまでいっちゃったの？超似てんだけど。ねえ。あ、似てる。うん、わかるわかる。ちょっと待って、俺めっちゃ似てない？ねえ、ちょっと待って、びっくりなんだけど、俺似すぎてやばい。え、待って、やばい、こう歌い方がめっちゃ似てる。え、やばい。え、めっちゃ似てる。すげえ似てる。クリリン、ちょっと待って、めっちゃ似てるわここ。え、なんでこの声の震えてる感じが出んの？この高い声が思いっきり出ない感じとかめっちゃ似てない？なんか音質悪くない？なんか音質悪いの？なんか無理やり合わせましたみたいな音質。あ、ハモリは小さくしてんな。あ、でもこの2人とカラオケ行ったけどこんな感じだった。いいね。なるほど。あ、一人じゃないもんの。
人じゃないもん俺。これもあんの？この GT のエンディングだよね。聞いたことあるよ何回も。あーでもちょっとこっちの方がうんこちゃんってんな。でもこんな、めっちゃいいやんこの2人。なんかうんこちゃんの歌い方ってね、結構音程に合わせにいってる感じがするんだよな。でもめっちゃ知ってる曲は自由に歌ってるイメージある。歌うまっ。あ、来る？一人じゃない、いいね。え？ちょっと待って、モコセンやばいわ。ねえ、モコセンの声気持ち悪いにすぎて。なんでこんな似てんの？え？似すぎ。布団ちゃんに似てるっちゃ似てるけど、やっぱさっきだんだんの方が似てた感じがするな。うん、わかるよ。俺 AI しやすいのかな。見すぎ。え、マジ俺さ、こういう歌い方するよね。ねえ、でもクリリン右にいたけど、そしてあ、音質ガビガビなんだけど、一人だけ。機械感すごい。なんか5年前の AI 使ってる？一人だけ。ロボットが入ってきた。ロボットのあの喉をずっとこうやって叩いてたらこの声になるよね。ぶっ壊れてるよ一人だけ。ねえ、やっぱ一人じゃないいい曲てか、みんなやっぱ歌うまいな。なんかこのまま歌っててもなんか違和感ない。布団ちゃんうまいね。で、布団ちゃんうまいけど実際の方がうまいと思う。いやマジこんな感じだったよカラオケ配信。あ、ここめっちゃ似てる、うんこちゃん。めっちゃしっくりきたわ、ここ。ここめっちゃ似てない、うんこちゃん。ここめっちゃ似てる。めっちゃ似てたわ。やんわり出てきた。何この最後の合わせ。なんか6人合わさったら AI 感すごいな。ゆうたさんのせいかな。ゆうたさんのせいなのかな。なるほど、面白いです。ラブソースイートあるけど、どんだけ出てんだよね。どんだけあんだよこの人でしょ、全部使ったのねえ。いや、系統はいきなり変わったけど。何これ、しょぼ。
しょぼえ、同じ人が作ってるこれ、本当に。輝いたのは鏡でも太陽でもなく、なんかリズムおかしくね。まあでも個性やな。俺めっちゃ似てると思う、多分。俺めっちゃ似てた。わかるよ。まあわかるよ。わかるけど、鬼はもっと100倍下手、歌だから違和感あるわ。あー、残せんや。この2人とカラオケ行くか、今度。今思い届くかクソ寝てたな。何これ、なんて言ってた俺今。マイク持たされてんだけど、これ何ハイエー、これマイク持たされてんの。モコセに関しては服が黒いから絶対これ違うの。ハイゲじゃないんだけど、ユニフォームじゃないのよこれ。いつのだこれ、これいつのだ。しかもフルなんだけど、なんでこの気合に入ってんの。いいね、いいじゃん。分かりづらい、オニアの声。ソロ欲しいな。なんでこんなサビちゃんと一緒の人なんだよ、組み合わせも。聞こえねえじゃねえか、ソロが。あ、加えたり、ソロだけ。めっちゃいい曲。クソいい曲。いいね。まあ確か嵐も大野くんが一番歌うまいからね、個人的に。なんか森谷の子おかしくない？うん、俺じゃ違和感ないな。なんだろうこれ。俺何見てんの俺今。何見てんの俺は、深夜の1時45分に。何なのこれ、なんかリズムおかしいし、ちょっとこれライブバージョンでしょうね。ちょっと走ってんだけど、何なのこれ。本当に歌ってんじゃないのこれ。なあ、オレンジって何。俺スマップのオレンジめっちゃ好きなんだけど、え、全部この人。ちょっと待って、全部この人。いや、スマップ一応5人ですよね。1人削られてない？ 1 人削られてんだけど。小さな畳に背負い込んだ僕らの未来は。なんか無理やりちょっとリズムを合わせようとしてる。なんかちょっと下手じゃね？あのかなな。いたずらで雪まめ
さ少し越して、いや100杯飲んだの酒ねえ、全然滑舌が回ってないよ輝いている何だこの語尾が弱いの、なんかこっちの方がうんこちゃんに似てる気がする。これ俺だよね、めっちゃ似てるわ、めっちゃ似てるわ。さよならと言えば君をひとまず少しは言えるだろう、会いたい女の泣いたものや、いい曲いい曲、普通にいい曲、この曲一番好きやばい。浮世すぎる歌にも季節を超えれば、なんかウコちゃんこっちの方が似てんだけど、幸せな日に巡り合うかな、なんでフルなんだよ全部。いや、マジで距離ウォーとか言い方がめっちゃ似てるわ。やっぱ俺って意外と癖あるんだろ、歌い方。売れるか、こんなグループ。ソロパートの方がいいマジで歌詞とこのメロディーもらっても売れない、こんな神曲なのに。アドリブもなんか入れてるし、こういうのあったけどさもう精神異常者だと思われるのやめてください、本当に。あのアイドルなれませんそれねえ働きすぎてるってねえ、初期のアイドルだからかなり働かされてるよねえ、大丈夫。ああちょっとマジですげえ、 AI ってこんなすごいんだな。まで支え続けてくれなにもさよなら今でもなれるように。あ、うんこちゃんめっちゃ似てる、ここ AI じゃん、もうそれは。そのありがとうは完全なる AI じゃん、それ。 AI すぎたわ、それは。あまりにも無理やり機械で合わせてる。面白いなぁ。ドラゴンボール Z やったら、もうこの音楽ワクワクするな、今聞いても。頼む、歌ちゃんと歌ってくれ。俺この歌本当に好きなんだ。最悪だ。しかもスパーキングって言ってなかった？なんで自分で歌うんだよ。ひどい。なんか声おかしくない？
いい、普通に歌ってくれよ。ねえ、なそんな寄せなくてよかったよ本家に。AI じゃん。AI じゃん。ひどい、揺れながら歌ってない？ひどいよ。もこせはたまにこういう歌い方するからな。やばいだろこれ。これ面白いな。手こきカラオケ。もう無理だよ、俺ら売れないよ、やめよ。ねえ、なんか一番まともかもな。やっぱ手こきされ慣れてる。なんかあんま違和感ないな。おお、いいね。お尻に見えるって覚えちゃうと気持ち悪いな。うまい。え？うまいね。なんでこっちは揺れてるんだよ。あんって何？あんって何なの今の。今の何なの？超強そう。もうすげえだろ今の。何このコーラス。面白かった。いや面白かったわ。いいね。あとはこれは見てみたい。あー面白いな。ちょ AI ちょっといいね。何言ってるか分かんねえ。滑舌が終わってんだよ。世界で一頭意外な奇跡、この世は絶対だったな。いい、そうさ今こそあのベンチョ。全然おいちゃん似てない声。歌うまいけど。夢は空を仰がりし、色とりどりの夢がどっさり、この世のどこかで誓って似てる。ひどい。うんちゃんのこと好きじゃないのかな。なんか全ふざけてない。うんこちゃんだけいつも。ほら見てこの声のしっかりした感じ。あでもしっかりしてきた。なんか全然似てねえ、ここやっぱ後半クオリティ上がってんだな。なんで音質改善されてないの、ずっと。うん、いいね、うまいね、ここ似てんね、うまいね。おえちゃんの歌声聞いたことないな、この中で。いやちょっと鼻水出たわ、面白すぎて。もう疲れた、もういいよ。誰ハモれてんだ、誰も映ってないのに。ジャギテンパッチにカメハネハ、すごいな、敵でも叶いはしない。うまいね。レ
Nice Wi-Fi Try not to sleep日のブリーチ空気に寝てリズムが Nice Wi-Fi Fly 大冒険不思議な夢を見に行こう萌えちゃんって歌ったらこんなもんなのかサンタそこでワンボール世界で一等がいな奇跡うまいこの世はでっかいマジでモコ戦のクオリティやばい今こそアドベンチャーサンタそこで出てきたワンボール世界で一等釣りな秘密思い出したから出てきた世界へ行くと偉大な奇跡この世はでっかい宝とそうそう今こそアドベンチャー、うん、いやーちょっと笑い疲れたわなんでこんなにこの人ドラゴンボール好きなんだろうドラゴンボールが好きなの分かるけどなんで俺たち歌わそうと思ったんだろうの今度星空に私たち